こんにちは、クールダムノーツの木村です。今回はなぜ3部音符はないのかというテーマで話していきたいと思います。皆さん音楽の勉強をした時に、4部音符とか2部音符とか8部音符とかはあるのに、なんで3部音符とか5部音符とか6部音符とかはないのかと思ったことないですかね。先に結論を言うと3部音符っていうのはあるっちゃあるけどないっちゃないっていうことになるんですけど、これから詳しく見ていきたいと思います。では行ってみよう さてまずは現在の音符の名前の仕組みを見ていきたいと思います。これらの音符名前わかりますかねあの小学校で習うと思うのでほとんどの方も見たことぐらいはあるかと思うんですけど左側から二部音符、四部音符 8分音符ですね。そして、4分音符2つ分の長さが2分音符、4分音符の半分の長さが8分音符というルールになっています。では、ここで少しクイズなんですけど、この分音符という言葉、これはどういう意味なんでしょうか例えば、4分音符という言葉は4つに分けると書かれています。具体的に何を4つに分けているのでしょうか答えは全音符、ホールノートを4つに分けているんですね。 つまり全音符を4等分した音符が4分音符クォーターノートですね。そして全音符を2等分した音符は2分音符ハーフノート。全音符を8等分した音符は8分音符エイツノート。 このようなルールで名前が付いているわけです。このルールは先ほどの四部音符二つ分の長さが二部音符、四部音符の半分の長さが八部音符というルールに矛盾しませんよね。一つ僕が音符を考えるときにややこしいなって感じる部分なんですけど、基本的に音楽っていうのは四部音符を基準に考えることが多いです。 でも、今言ったように、音符の名称、名前っていうのは全音符を基準に作られているんですね。だから、音楽の中の役割と名前の付け方の基準っていうのが違うので、ここで少し混乱してしまう方が出てくるのかなと思います。ちなみになぜこんな状態になっているかというと、もともとはそれこそ全音符が基準となる音符だったのに、時間の流れとともに徐々に扱いや変化していったみたいな背景があるみたいですね。はい、ということで、ルールとしては全音符を何等分しているかで、 音の名前が決まってくるわけですよねということは3部音符っていうものがもし存在するとしたら3部音符は全音符を3等分した長さの音符ということになりますではこの全音符を3等分した長さの音符っていうのは存在しないのでしょうか実は3部音符という名前こそは使われませんけど3部音符に相当する全音符を3等分した長さの音符は存在しますそれがこちらの4拍三連と呼ばれる音符 ですつまり全音符の3連符になります。 はい、ここで分音符ではなく連符という言葉が出てきましたね。連符っていうのは何かというと、分音符とはまた別系統の音符を分割する概念みたいなやつなんですけど、現在広く使われている音符の名前の仕組みは、先ほど説明したように全音符を基準にして、それをまず分音符という概念で大まかに分割して、それからさらに必要に応じて連符という概念で分割するっていう、2段階で分割していくシステムになっているんですね。 まず分音符で分音で割する段階。この段階では分割できる数字っていうのは 1, 2, 4, 8, 16, 32といった2のべき、つまりのの累乗数のみなんですね。たまに分音符の数字は偶数だというふうに思っておられる方も見かけるんですけど偶数だと6分音符とか14分音符とか20分音符とかも含まれることになってしまうので2の累乗数と表現するのが適切かと思います。 で、話を戻すと、そういうふうに2の累乗数を使って分割していたとしても、2の累乗数に含まれない長さの音符っていうのも使いたいわけですよね。それこそ3部音符とか5部音符とか6部音符とかそういうのに相当する長さの音符も使いたいわけです。これに対して現在の技法ではこのような2の累乗数による分割で表せない長さの音符は基本的に連符。 を使っってて表すす形になっていますでなんでそんな2段階で分割するようなルールになっているかっていうのは調べてみてもなかなかこれっていう答えは見つからなかったんですけど僕が考える限り今の仕組みの方が便利だから っていうのが答えなんじゃないかなと思います。現在のルールのように、連符の概念があると、例えば3連符なら3連符を演奏する感覚みたいなものを、一度身につけたら、全音符の3連符でも、2分音符の3連符でも、4分音符の3連符でも、8分音符の3連符でも、これらすべて同じ枠組みというか、同じ感覚の延長線上で対応できるかなと思うんですけど、反対にこれ全部分音符だけで考えてみると、3分音符、6分音符、12分音符、24分音符みたいな感じになるんですね。すると、例えば、 えーこれは1小節に対ししてて等分だからえーみたいなな感じで結構考えるのが面倒く,さくなってしまう気がすするんですねまあ,あの音ゲーの用語とかだと12分音符とか24分音符っていうのは使われるみたいなんで今の表記に慣れすぎてるっていう部分はあると思うんですけど仮に使うとしても分音符のみで考えると分音符の種類が増えすぎてしまって楽譜に書くときに書き方をどうするんだっていう問題も出てくるんじゃないかなと思います。そして で、現在の音楽への使用頻度で考えても、現在のルール、書き方の方がいいんじゃないかと思いますね。で、これなんでかっていうと、一泊っていう言葉があるんですね。この一泊っていう言葉は、one, two, three, four みたいな感じで、音楽をカウントするときのリズムを指す言葉みたいな感じなんですけど、この一 一拍のリズムは四分音符で取られる場合がほとんどなんですね。もちろん四分音符以外の音符で一拍をカウントする曲もあるんですけど、大半の音楽は四分音符でカウントするのが一番自然なんじゃないかなと思います。まあだから、いたずらに分音符の数を増やしたとしても、基本は二の累乗数で割ったリズムでリズムを取ることが多いわけですよ。じゃあ使用頻度が多い二の累乗数で分割的音符とそれ以外の音符を分けた方がシンプルで分かりやすいし扱いやすいよねってわけです。 あとは人間の音楽に対する分解能との兼ね合いっていうのもあるんじゃないかと思いますね。そもそも音符に限らずいろんなもののルールは人間仕様の人間に扱いやすい範疇に概ね収まるルールに収束していくものだと思うんですね。例えば普通は高さが10メートルの玄関がある家とかないじゃないですか。人間の身長から考えてそんな無駄すぎるので。他にも皆さんが普段見てる動画のコマ数、FPS って24から60ぐらいなんですけど、それは人間の目がそのくらいの感覚 画画でででで静止画を連続で見せらられるるとと動画として十分認識できるからなんですねこれを1秒間に200万枚とかしても特殊な用途というか極端にスロー再生でもする必要がない限り容量を食うばっかりで別にあんまり意味ないじゃないですかだから音符の考え方も扱いやすい状態に変化するべくして変化してきたんじゃないかなと思います実際に600年とか700年前ぐらいの楽譜には連符じゃなくて普通に3つに分割できる音符っていうのもあったみたいですね はい。こんな感じの理由で、現在の分音符でまず分割してから、細かいところは連符でさらに分割して調節するっていうシステムは、ある程度理にかなってるんじゃないかなと思います。もちろん逆にそういったルールが固定概念となって新しい発想を妨げるっていう指摘もあるとは思うんですけど、やっぱり普段の便利さには変え難い部分があるんじゃないかと。ただ僕個人としては、今動画を見てくださってる皆さんと同じで、かつてなんで三分音符はないのみたいな疑問を持っていたので、僕が作ったこちらの Web アプリのメトリックモジュ っていうページには仮にその音符を分音符のみで表したときに何分音符に相当するかっていうのを自動的に計算して表示してくれる機能っていうのをつけておきました、まあ、正直音楽をやる上ではあまり役に立たない気もするんですけど適当にちょっと触ってみるとリズムの数学的な仕組みを理解するのには役に立つかもしれません ちなみに本当は音符の種類を語るためにはまだ普天音符っていうキャラというか概念が存在してるんですけど今回のなぜ三分音符はないのかっていうテーマを話す上では普天音符に触れるとあんまり音符に親しんでない方とかには説明がややこしく感じてしまう気がしたのでここまで触れなかったんですけど普天音符まで含めて音符の仕組みを考えるとまず分音符による分割をしてそこに普天をつけるかつけないかの選択をしててかまここも本当にもうより正確に というと、いう選択ですね。というのも、普天音符の存在意義みたいなものって、分音符をいくつ並べるかを分かりやすく表すためのものだと思うんですね。例えば、一番よく使われる普天音符って、結局は分音符3つ分を指してますし、副付点音符になると分音符7つ分を指した音符になります。そして、その全体を連符という概念で分割するっていう手順になるかと思うんですね。って思うんですね。ってどういうことかというと、ここら辺の音符の計算の仕方とか仕組みって、 僕の探し方があんまり良くないのかもしれないんですけどいい感じに書かれた資料を見たことがない気がするんですねまあ先ほど紹介したアプリは今説明したような内容を元にアルゴリズムを組んで割とまともに動いてるように見えるので大きくは間違ってないと思うんですけどねここら辺の詳しい音符の計算やリズムの考え方が気になる方は 僕が10年ぐらいリズムについて考えてきたことをまとめたブログ記事を概要欄に載せておくので、よければそちらも読んでみてください。ではこの後最後にテンポ100の全音符から一つずつ分割数を上げていって32等分までやってみるっていう動画を見ながらお別れしたいと思います。これを見てみると、今回話したように分音符と連符を区別している理由が体感できるかもしれません。ではどうぞ 音楽理論の学習や作曲編曲に役立つ Web アプリを作りました。すべての機能は僕が20年以上音楽をやってきた経験からあったら便利だと思うものになっています。また、グフルダムノーツのオフィシャルサイトのブログでは音楽系の記事を中心に多くの記事を更新しています。その他、Spotify をはじめとしたストリーミングサービスでグフルダムノーツの楽曲を配信中です。各種 SNS もやっています。ぜひ活動を応援してください。よろしくお願いします。